どうした、こんばんは、ハリです。今回はマリオ6やっていきたいなと思います。いや、あのさ、さっきさ、ちょっとチラッと見たらさ、そう、なんかマイクに声が入ってなかったんだよね。いや、だから割とショックだなと思って、まあやっていきたいなと思います。で、ここ火山になんか入ってきたんだよね。まあ、それだけ。いや、もう本当に割とマジでショック。また取り直してかよってなったね。いや、僕こうやって撮影ミスするのね、これで人生2回目だな。1回目は、何だったかな、なんかでやったな。ちょっと何か、何だったか忘れちゃったけどさ。いや、本当に撮影ミスってろくでもない。本当に、もう本当にどうしようもないよね。登れよ、登れ、登れっつってんだろ、お前。すごいさ、まあ、下1枚取っただけだったからよかったけどさ、なんかショックだよな。はい、終わった。ここが何気に難しいんだよな。あ、いい。距離感がつかめない、マジで。だからさ、みんな 3D コレクション買った？マリオの。僕あれさ、買ったんだよ。買ってさ、マリオサンシャインの実況やろうかなと思ってんだけどさ、ちょ、これマリオ64がさ、想像以上に難しくてさ、もう終わりそうにないから、ちょっと、合同っていうかさ、なんか、もう交互にやっていい？マリオ64やったらマリオサンシャインの動画あげるみたいな、そんな感じでやっていいかな？ありがとう。それはありがたくないと。はい。ここでさっき終わったんだよね。なんかこの、ちょっと高級なポッキーみたいな。お前なんだそのパフォーマンス。急にいいよ、そういうパフォーマンス見せなくて。本当にびっくりした、今。やっぱ35周年抜かれてんだな、お前。それおっさんってことだからな、お前、本当に。こうだな。で、次、横飛び。あった、スター、あるね。行くよ、見ててみんな。いいなー、いける、取れ！よっしゃー。火山の、リフトツアーらしいです。また火山か。なんかこのゲームほんと火山好きだなと思ったけど、そんなことないな。あやあ。もう走り幅跳びが下手、このマリオ。やめてくれ。オッケー。で、この羽マリオを取ったらね、あの火山の中に行くんですよ。ちょっと待って、火山、あぶねえ、お前それほんと危機一発。危機5発ぐらい、それ。てか、このステージの背景割とすごいな。てか待って、なんか超低空飛行、なんかすごい電池のないタケコプターみたい、なんか本当に届け、よし、危ねえ。ここら辺じゃね。そう、なんかさっきね、あの動画裏っていうかね、めちゃくちゃ見せてカットしたんだけどね、なんかリフトがねあったんだよね。ちょっととりあえずこれに登っていこうかなって。だってこれリフトでしょ、これ。なんかこのタピオカみたいななんかついてるけどさ、これが多分リフト意味してんだ。ちょっと待って、なんか最近左目がすごいうずく。落ちるなら落ちろって言ってチャンネル、本当に危なー。この高級ポッキーに飛び乗る感じだな。あぶねー。え、この上か。はい。飛び乗れ。石がある、この石がある。いや待って、ダジャレじゃない今の。いや、ダジャレっぽくなっちゃったけど、この上でしょ。滑ったー、本当に。いや、でもな、やっぱりさ、マリオ64もさ、なんだっけ、アレンジじゃないや。リメイクされるとさ、なんか操作性とか良くなんのかな、で、良くなったりしてんのかな。なんか、操作性悪いままでなんかリメイクしてほしいな。ちょっとみんなにこの苦痛を味わってほしいよ、本当に。この、難しさをね、味わってほしいわ。でもさ、なんかマリオ DS、あの DS の64みたいにじゃなくてさ、なんか本当になんか64のままリメイクされてるってのがまたいいよね。向き、はい。うまっ！はい、落ち着け。ゲームオーバーしすぎてさ、もう城に行くまでのもう操作がめちゃくちゃもうすごい。やったー。落ち着け、やっと来た、行きます。参ります、行きます。落ち着きなさい。この段差、この感覚ならあなたは死ぬことはない、行きます。ここは爆中で、かっこよく金メダル。ああ、来たー、やったー。リアル20分かかりました。嘘、20分はさ、15分かかった。それでもなかなかだよね、本当に。あと1個は。はい、制覇と。さて、あと一個なんかないかな。待って、あと一個なんか、なんか、どっかからね、カツアゲみたいできるっていう、なんか前ね、知ったんだけどさ、どこだったっけかな。確か、ドッシーの地底この近くじゃなかったっけ。なんか、カツアゲできますよってコメントをね、もらってないんだけど、どこだったっけかな、こっちだったっけ。ちげえわ。
あ、いたいたいた、お前か、お前か、お前か。わあ、すごい、モンスターに下を持ってるんですね。もうすぐ僕らのことを助け出してくれますね。クッパたちは必死です。気をつけてください。コインを取ると力が回復します。なんでコイン取ると力が回復するんだろうね。マリオとか。やったー、彼だ、ああっつってなんか喜んで、なんか回復するのかな。赤コインは2枚分、青コインは5枚分、ありがとうございます。高いところから落ちても地上の近くでヒップドロップするとダメ。へえ、そうなんだ。割といいこと聞いた。ありがとう。ここじゃないな。あ、ここだったわ。ここの、どこだったっけか。ここ、そう、お前だ、確か。お前だよね。帽子をなくすとダメージが多くな、ああ、ダメージ、え、そうなの？なくしたらなくした、そう、そういう、帽子とかなくなんのこれ。ふわ、ふわじゃないや。ああ、どうしよう。ピーチ姫は壁に引き込まれたままで、早くクッパやせてください。その絵の他に壁の中にモンスターの世界が、壁の中にもあるんだ。あ、これ持って行ってください。隠して、隠して持ってた。早く出せ。もう見つけ次第僕に持ってこい。よっしゃ。お前のところでスターを手に入れた。ありがとう。いや、30枚目のスターがね、もう、カツアゲだからね。30個のパワースターを取り入れて、大きなスターのドアが開くようになった。ここで少し探検だ。2本の柱をヒップドロップしてみたか。なんだそれ。帽子はなくしてないか。砂漠でなくしたら、ハゲタカジャンゴを探せ。クッパは海からこの地下に潜入したし、とうとうやつを追い詰め。そろそろラストっぽくない？みんな。ちょっと、今日は終わりね。バイバイ。